れが銀河ギリギリぶっちぎりのすごいやつに登場したドスコイというキャラがトラウマ。トラウマ。こいつの殺され方やたら生々しかったような。ごめん覚えてない。あの映画でこいつ抜いたら何が残るんだよ。砂の中から現れた微動に殺されたのを覚えてるくらいかな。一般人じゃ殴り殺しになるだけだぜ。ドスコイしてたらワンパングサーって感じで死んだよね。そういうよくある感じならそこまで記憶に残らねえよ。なんかじわじわ苦しんで死んでいくんだよこいつ。これ、そもそも微動が誰だったか思い出せない。もしかん。ドスコイドスコイガク。ボージャックとザンラは超武闘伝に似たから覚えてるんだけど、考察された上に死体も砂漠ステージの砂に埋もれていって怖かった。多分あのまま生き返ることもないと思う。亀仙人と同じ声した予選のおっさんとかもいるし、ヤムチャに勝ったんだっけ。なんというか無味乾燥というかご飯ちゃんに主役は無理と感じた映画だった。体重が重いほど首吊り状態の時に苦しいっていうからドスコイ選手も相当苦しかったはず。こういう Z 選手の影響なく同じ土俵に立てた人はそれ相応の尋常じゃない努力や才能あっての賜物だろうから、それが話の都合で理不尽な上からの力で潰されてしまうのは悲しく感じる。ご飯ちゃん以外ろくに活躍できないままボージャックの部下に負けていく中、一人倒したトランクスの活躍が目立つ。こいつの死に方含めて何か異質な映画だったよねこれ。いつものパターンから抜け出そうとしたのかもしれないけどさ。あと言及されてないけど銀河戦士役やる予定だったサタンの弟子たちも多分死んでる。まあ名前の通り凶悪な奴らだからな。序盤の和やかな大会のシーン好き。サタンのコメディ部分も合わせて好き。考察の苦しみや断末魔が全部ドスコイなのがひどい。初めて見たけど相撲取りになるべくしてなった名前だと思う。キレご飯ちゃんの無双っぷりは割と好きな映画。ドラマもなんもなく舞踏会出てたら宇宙の新役者が来たので戦ったら勝った映画だからな。ベジータがトランクスに剣渡しに来るところと悟空がご飯助けるシーンくらいしか見どころがない。舞踏会出てたら宇宙の新役者が来たので戦ったら勝った。これも正直よくわかんねえ。子供の頃のトラウマが蘇って吐きそう。唯一一回しか見てない映画。俺もなんかこいつのことすごい印象に残ってて、時々思い出すことがあった。あと覚えてんのは舞台から落ちないようにするステージで吹っ飛ばされた敵モブがクリリンに捕まって落ちないようにしようとしたけど、塔掴んじゃったから滑ってずり落ちていったシーンだけだ。当時は目新しかった CG 表現とかあったよねこの映画。トラウマって言ったらバイオブロリーの方が引っかかりそうなものだが、ドスコイ死んだのそんなにショックだったのか。祈祷師の最後は直接描写しないのもあって怖かった。あの頃のムキムキアンちゃん感を強調したビジュアルのトランクス結構好き。ボージャックたちが解放された原因は悟空探せるの自爆に海王様を巻き込んだせいなので、前編通して大体の原因が悟空にある映画。なんかワイヤー攻撃野郎がいたのは覚えてる。あとマッチョクロの。ドスコイって鳴き声なの。ザンラがしこいことと盾にされて死んだようなシーンだけは覚えてる。Z 映画でアニメの時系列に違和感なく入れられる貴重な作品。後半はセルの焼き直しだけどやっぱブチキレご飯ちゃん好きだわ。天さんの出番が多いとか見どころはなくもないじゃん。トランクス VS 天津飯いいよね。トランクスブス天津飯とか見どころ自体がないわけじゃないけど、個人的にドスコイ選手よりインパクトあるシーンはあんまないかも。子供向けアニメで首絞め殺しなんてめったにあるものじゃねえんだ。どうせ後から生き返らせただろうなと思えるのは大人の冷めた視点だけだし。だんだん弱っていくドスコイにちょっと興奮した。死に方自体はトラウマなんだけど、ドスコイ連呼しながら死ぬの意味わからなすぎるだろ。言い方あれだけど知恵遅れの人間を殴り殺しにしてしまった。みたいに見てる人間には映って後味の悪さが増したかもしれん。ドスコイ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 ドス。言葉連呼する映画キャラって言うとデブ版の邪念場が先に浮かんじゃうな俺。なんで力士を天使みたいな扱いにしてるんだろうって大丈夫なのかって子供心に思ってた。映画はうろ覚えだけど超武道伝に出たからボージャックとザンラだけ覚えてる。
その二人は別のゲームにもちょくちょく出てるよね。スターキングメテオとか。ボージャックザンラブージンモヒカンよくわからんやつ。の5人いたことはしっかり覚えてる。あれそんないたっけ。まあなんだかんだ知名度はそれなりにあると思う。ボージャック。なんかグロポイシーン多くなかったかこれ。ドスコイ選手は生き返るの？別に死んでてもいいだろこんなの。ドスコイ。でもドスコイの真似してると元気出てくるよ。ついでにサタンの弟子たちも裏でひっそりと死んでる。まあ存在自体がアニメオリジナルだが。名前が鳴き声ってポケモンか。ドスコイ選手は昔天津飯にやられた人とどういう関係なのか考えたことはあった。ドスコイ生き返すぐらいならサンラ復活して。ネーミングはいいと思う。ドスコイのことじゃないよ。ドスコイ。ドスコイ以外は言えないの？ドスコイ。昔のドラゴボ映画とか本当によくわからんけどボコスカやり合うだけの作品であんまり記憶にもないけど、ドスコイだけはなぜか名前含めて鮮明に覚えていた。すっげーわかる。ドスコイしか言わないのが優しそうなパワー系って感じで愛嬌あったからショックだった。ドスコイがゲシュタルト崩壊めいてくるな。遥か架空相手に死ぬまで戦うことをやめなかったのが何気にすごい。格闘家の鏡。TV 世界の脇役の格闘家は性格悪いのが多いし。この映画からこいつ抜いても、瞬間移動であの世からこの世に来ちゃってそれいいの？が残るだろ。ん？何のことだ？海王様。トランクスブス天津飯とフテネ王子素材もあるから。手加減などしたら承知しないから長きは何言ってんだこいつ。ボージャックたちを前にして天津飯ここは俺たちに任せてくれやむちゃふざけた野郎だぜ。ガキはいこんなん全財かやん。糸みたいなやつで拘束する技がチートクラスに強かった記憶。あれなんか描写的にただ縛るだけじゃなくてパワードレインみたいな効果あるよね。前作がインパクトが強すぎる一作目グロリーなのも不運。ボージャックよりパラガスの方が人気も知名度もあるやろ。ワンラウンドだけで価値ある映画や。銀河ギリギリぶっちぎりのすごいやつなんかめちゃめちゃドラゴンボール感あるタイトルだ。いや実際そうなんだけど。ベジータの再起が光る映画。セル編ラストで俺はもう戦わんって言ってたのにトランクスたちがやられてるのテレビで見て駆けつけるのいいよね。旧作映画だとこの映画という剣の蜜だけが本編時系列と矛盾ないんだよな。今思い返すと有権の時はブー出したらすぐ終わったかもしれないから出せなかったのかな。その場面があるからこの映画大好き。旧ドラゴンボールの映画、ヒルデガーンに吸収される人々が怖かったな。あの映画全体的に締めっぽいよね好き。ヒルデガーンとかいう DBH の中でも一本指に入る鬼畜ボス。なんでトランクスが挑発になってるのか。噛み切ったのに。未来で17号と18号倒してからタイムマシンのエネルギー貯まるまでに1年近くかかってるんだ。1年あれば髪は伸びるよ半サイヤ人でも。エネルギー貯まったのは17号。18号を破壊してから3年近く経ってからだぞ419は。そしてその時のトランクスは単発だ。映画と原作やアニメはパラレルワールドなので問題ないです。昔のアニメにたまにある。割と適当に入れただけの残虐シーンがなぜかものすごく不気味になってしまうやつ。